はい、NHK をぶっ壊すということで、令和4年2022年の6月18日14時06分であります。まあ、おとといの、まあ、テレビ朝日のですね、報道ステーションについて、まあ、賛否両論出てます。で、まあ、炎上させるっていうか、賛否が出るっていうことは非常にいいことで、皆さんに問題提起ができたと思っております。で、まあ、今後ですね、この後、まあ、今日の夜ですね、ニコニコ生放送でのこれが初めて党首討論です。昨日、まあ、テレビ朝日や TBS あれ討論じゃなくて、ただ一つの題材につけて一方的に喋るだけなんで、ニコ生の党首討論があって、で明日フジテレビ、これもまあ討論じゃなくて一方的に喋るものがあって、で火曜日に NHK がまあ放送する日本記者クラブの主催の、これがまさに党首討論の本番というかね、本番になります。でその日の夜に、まあ、日本テレビでまた討論じゃなくてお題について喋ると、こういう流れです。まだだからそういう意味じゃ4つ5つぐらいありますから、そのそこでの注目度を上げるということを、まあ、目的にっていうか、もともとテレビ朝日のあの事前の文章っていうのは普通に本当に怖かったです。それは事実として、で、テレビ朝日と大越キャスターですね、これをあさって月曜日に提訴すると。でこれの目的って一番分かりやすいのは、皆さんちゃんとニュース見てくださいと。多くの方にそのもう選挙前ですから、ニュースを見ていただくためにはまず炎上させるしかないわけですよね。でここで賛否両論、賛否が出ないとまず炎上しないんで、だから今炎上してるっていう中でちょっと解説をしていきたい、狙いと今回の参議院選挙のテーマについて解説をしていきたいと考えています。で、まあ、賛否両論の、まあ、賛成していただける方ありがとうございます。で反対する方についてちょっと簡単に僕の反論ですね、日本の安全について語ってください、これをテーマに1分間で喋ってくださいと、こういうわけですよ。でそもそも日本の安全について1分の中で喋れるわけないでしょ。これはもう誰がどう考えてもそうなんですよ。1分間で日本の安全について政治家として語ってください、無理なんです。しかしこのように YouTube をご覧いただければ説明できる時間があるんです。だからテレビの1分間から YouTube に、その移動させるというか、 YouTube に興味のある人は招き入れてこちらで解説をしていくということになります。でね、戦争とか、まあ、国の安全を守るっていうのは今の時代ミサイル防衛だけでは当然無理です。サイレントインベーションといって、いわゆるサイレント、静かに侵略してくるんですよ。ここが今一番危険なところだと言われてるんですね。で僕も恥ずかしながら中国の人がですね NHK 党から立候補するということで一旦公認しました、まあ取り消しましたけども、あれがまさにサイレントインベーションです。中国から日本に来て帰化された人が日本の国会に議席を取ってですね、知らない間に日本を侵略しようとしているっていう、そういうところに対して僕は最初に言ったように、テレビご覧の皆さん、テレビは核兵器に勝る武器です。そしてテレビは国民を洗脳する装置です。さらにはテレビは真実を伝えません、冒頭これに言ったわけですね。でそれはね、 NHK でずっとキャスターをしてた大越さんからすると、彼は別に政治家でもなければ政治の専門家でもないです。ただ言われた通りに、事なかれ主義に、番組をまとめる能力は非常にあるんでしょうけど、僕のこういう深い意味ってわからないわけですね。つまりナチスドイツの時も分かった通り、テレビやラジオ、新聞、そして映画、こういったもので国民を洗脳することが、これが戦争する国のやり方なんです、やり口なんですよ。別にナチスドイツ、ヒトラーは暴力を使って国民に言うことを聞かせたわけじゃない。もうワイマール憲法の下でナチスドイツ、あのヒトラーというのはラジオを使い、ね、テレビも当時あったと思います、映画を使って身振り手振り、彼の演説を武器に国民を、ドイツは戦っていくんだ、もっと、ね、第一次世界大戦でえらい目に遭わされたから、ナチスドイツ、ドイツとして戦っていくんだ、国民は一緒になるべきだって言って、まさに国民をテレビやラジオを使って
洗脳したわけですね。だから僕の言っている日本の安全を守るのっていうのは、これだからテレビ局の人はやれ核兵器を持つべきだとかね、やれその防衛力を高めるために宇宙にいろいろと衛星を上げるとか、尖閣に何か自衛隊を派遣するとか、そういう目に見える具体的なことしか考えてないですよ。でも大事なのは情報の侵略。その情報の侵略っていうのは、もっと前に遡れば、キリスト教がね、日本に、スペインとかポルトガルが、攻めてきてる、来たっていう時代があります。これは、織田信長がですね、日本を統一し、織田信長はキリシタンを受け入れました。しかし、その後、豊臣秀吉や、徳川家康は、キリストを禁止しましたよね。踏み絵って言って、キリシタンがどうかを踏み絵させることによって、キリスト教のね、いわゆる絵を踏み、キリスト教だからキリストさんかの絵を踏みつけることによってキリシタンかどうかを判断してっていうのが歴史の教科書で学んだと思いますけども、外国から人を連れてきてそこで日本を乗っ取ろうなんていうことは、それこそ戦国時代から外国は考えてないんですよ。考え、いわゆる脳を、そういう宗教とかを持ってきて、日本国民を洗脳していくんですよ。で、その洗脳された方が今大勢いらっしゃいますよね。僕の動画をご覧いただいているのが分かる通り、もうまさに中国から日本に侵略してきてですね、日本人を洗脳してる。特にお金の力を使って洗脳してるわけですよ。うちが公認した原田さん、原田さん、機械人の人ですよね。彼女はなんと令和新選組でビラ配っていることまで映像で出てきてます。中国の方が作った YouTube 出てきてます。で、令和新選組といえば、てかその原田さんのバックにいるっていうか、令和新選組の大島九州さんっていう人がですね、ごめんなさい、その方がもともと民主党にいて、その人の秘書がまた別の源林さんっていう人の秘書をしていて、 NHK 党にね、特定枠、参議院の特定枠をお金で売ってくれないかと、こう来たわけですね。で、とにかく彼らはお金を使って日本を侵略しようとしてるんです。 NHK 党に来た2人の公認をしてほしい、いわゆる特定枠1位にしてほしいって言った2人、1位っていうか特定枠及び立候補してほしさせてほしいって言った中国から帰化した人が2人いて、この2人ともが実は令和新選組の大島さんのことを知ってて、でそれ以外にももともと民主党のですね、日本維新の会の議員であったりとか、自民党の議員であったりとか、全部がつながってるわけですよ。でこれまさにサイレントインベーション、中国の人たちが静かに日本国民の考えを洗脳している。でテレビ局もそれに洗脳されてる可能性ってすごいあるんですよ。だってテレビ局が一番大事なのはスポンサーなんで、スポンサーからお金をもらったらそれはスポンサーの言う通りの番組を作るわけですね。で僕は昨日、一昨日か、そのテレビ朝日で報道ステーションで話する前に何をしよう言おうかって言ってたら、この綾野剛さんのことを触れようとしてたんですね。綾野剛さんのドラマが始まります。次の日曜日からスタートします。でテレビでしか流れてない情報とネットの情報は基本的にはテレビの深掘りになりますから、ネットをご覧になっている方は綾野剛さんが当時17歳の元アイドルに対してお酒を飲ませて淫行行為をした、それ以外にも後輩などに暴行したっていうのはネットを見てる人は分かるんですよ、知ってるんですよ。もう事実としてその17歳の女の子がわざわざ YouTube に顔出し名前出してやってるから、もうネットを見てる人はそれは真実として完全に綾野剛は淫行した人って分かってるわけですよ。ところがテレビしか見ない人がまだ世の中にたくさんいるので、テレビはこの真実を一生懸命隠そうとしてるわけですね。だから僕は報道ステーションで冒頭言ったテレビは真実を隠す、真実を伝えない、もうちょっと正確に言うとテレビはテレビ局にとって都合のいい真実を隠すっていうことだ。だから綾野剛さんのドラマをテレビ局は今放送しようとしてます。でも彼はとてもじゃないですけどテレビ番組に出る、ドラマに出るような人じゃないんですよ。
それは過去に同じような引行したドラマの、まあ、俳優さんが役、ドラマがね、放送中止になっていることからも分かる通り、今、綾野剛さんのドラマが放送されるっていうことが、もうまさにテレビとネットの最終戦争に来てるんですよね。だからこそ、テレビ局が支配をすると、テレビは僕は完全に中国資本にやられてると思います。だから、日本の安全を守るっていうのは、中国の侵略にどのように備えるかっていうことが、一番大事なところなんですよ。でもそんなのこうやって1分で喋れないでしょ。だからここに誘導してるわけですよ。で、この上に書いてる文春とか戦国38っていうの書いてますけども、文春さん、僕17年前に NHK 職員で実名で内部告発しました。この文春の記事、僕の内部告発記事を情報ね、テレビ局は、まあ、NHK がやらないのは仕方ないですよ。民放どこも放送してないですよ。なぜ立花がこんなことをやり出したのか、17年前に遡らなきゃいけない。でも17年前の私の文春による週刊文春で行った NHK の現役職員としての内部告発はテレビが抹殺したんですよ。で、戦国38、石木正春さん、おとといもご連絡いただきました。元海上自衛官、自衛官じゃない、海上保安庁の職員としてね、尖閣ビデオ、テレビ局に持って行ったそうですよ。でもどこのテレビ局も、中国語漁船がぶつかってきた、まあ、中国の方から先にぶつかってきたっていう、あの映像をね、放送しなかったっちゅうわけですよ。だから仕方なく YouTube を使ったとおっしゃってるわけですよ。つまり、もうどんどんテレビが隠そうとしてるものが、インターネットで出る時代になって、ネットはテレビの深掘りをする。つまり、インターネットというのは時間の制約がありません。テレビはまさにテレビ局の言う通りです。オンエアの時間があって、一人代表1分で話してください。それはテレビ局の立場よくわかります。だから、そもそももうテレビで政治の話をするような、そういう時代ではなくなってるんですよ。テレビはもうあくまでも、その岸田さんだったら岸田さんの YouTube チャンネルの紹介、もう、みんなが国政政党の党首がみんな YouTube で喋りゃいいんですよ。で、その1分間は自分の YouTube のアドレスとか YouTube でこういうことを言ってますって程度で、たかだか1分で何が喋れるんですか、この国の防衛について、国民の安全について。そういうことを言いたいんですよ。だから、ここまで聞けば、当然僕が暴露しようとしているこの綾野剛さんのドラマの問題と、国民のね、生活を守るためにはテレビが核兵器に勝る武器であり、国民を洗脳する装置であり、テレビ局はテレビにとって都合の悪い事実を隠すっていうことはご理解いただけますよね。あれ、僕は当然報道局にいました、 NHK のね。で、テレビ朝日、いわゆる8ヶ月前の 衆議院の時には僕は至極真っ当に各局ね、真っ当な回答してます。それはこの参議院選挙に向けて備えていたとも言えます。衆議院では一議席も取れないとはっきり言ってましたね。僕取れないんですよ。で、まともな姿をちゃんと見せとかないと僕もまともなことできるから。で、この後ね、もちろん話を戻せば、この後のいわゆるその反対してた人に、いや、立花さんちゃんと国防を喋ってほしかった、その経済政策を喋ってほしかったって言うんですよ。でもテレビ朝日で僕が途中退場したことによって、じゃあ NHK の、 番組を見る人が増えますよね。これから日本テレビありますよね、増えますよね。明日のフジテレビ増えますよね。これぼーっと見るんじゃなくて、また立花どんなこと言うんだろう、注目集まりますよね。それを狙ってるんですよ。で、何よりももう放送事故っていうので、めちゃくちゃ YouTube、いろんな人がアップロードして、もう見てくれてるので、そっちの方がよっぽど、意味があるわけですよね。今こう炎上させて、結局じゃあ立花は何を言うのか。テレビ朝日を訴える、どういうその罪っていうか、違法行為で訴えるのか。大越キャスター、まあ、僕の先輩に当たりますが、元 NHK の大越キャスターを訴える。どういう理屈で訴えていくのか。そういうところに話題がもちろん集まってくるというところで、で、まあ今日これで締めますが、
本題のというか、僕は NHK の受信料を無料にする、これは年金生活者ね。だって年金生活者って働いてないんでしょ。年金生活をも年金をいただいてゆっくりもう老後の生活を送ってる方から受信料を取るって普通におかしいでしょう。税金も普通払わないじゃないですか。もちろんね、3階建ての公務員のようなあの年金もらってるとか、あのそれこそ NHK の職員の年金みたいなものだと、それはたくさんもらってるから受信料を無料にする必要性ないですけど、年金だけで生活されてる人からお金を取るなんていうのは普通考えられないですよ。もちろん生活保護の人は無料ですからね。むしろ年金生活の人の NHK の受信料を無料にして現役世代から取ったらいいんでしょ。僕みたいに年収3000万ある人からは受信料はい20万円でいいんじゃないですか、年間。なぜお金持ちから取らないんですか。お金持ちから取らないんだったら生活保護の人を無料にしていけませんよ。全員が一律だって言うんだったら生活保護の人も無料にせずに生活の保護の人からも年間26,000円、僕のように年収3000万円の人も年間26,000円ってやれば公平ですけども、何か制度を間違ってるんですよね。だからここについても、まあもちろん年金生活者の人受信料半額にする、これね法律じゃないんです。法律の一つ下の省令、総務省の省令、つまり総務大臣が OK すれば受信料の金額っていうのは決めることができます。でもっと言うと、まあ、受信料の支払いって法律上の義務じゃないので、これをやりだすと現役世代怒りますよね。なんで年金のやつらから取らずに俺たち現役世代から取るんだと。そうなった時に簡単ですよ。いや受信料なんて払わなくていいんですよ、踏み倒せばいいんです。踏み倒せば結局は NHK の収入がなくなって、受信料収入がなくなって NHK 潰れるでしょ。我々は NHK の被害者をなくすために一番いい方法はスクランブルだと思ってますよ。でも皆さんが選んだ国会議員は NHK のスクランブル放送する気がないんだから、そうすると国会議員ってのはあくまでも国民が選んだ代表者ですから、中間より間接的な民意しか行かないんですよね。でも間接的な民意しか行かないんだったら、もう直接国民が NHK にお金を払わないという直接的な民意をぶつけたらいいだけなんですよ。そういう受信料を払わなくてもいいという国民の選択肢が法律上も設けられているのは NHK が国民の信頼がなければ成り立たない組織なんです。だから僕はその17年前のこの文春の記事のところから NHK さん謝りましょうって、全部隠蔽するんじゃなくて正直に言って謝れば NHK はもっと何十年も長生きできるけども、ここで隠蔽した嘘をついたらね、悪いことをして謝らなければこれはいずれなくなりますよ。僕は17年前にその宣言をして今この活動をしているという順番で、そういう意味では政治家の活動なんてたかが1分の中で喋れるわけじゃないです。僕のこの17年間の熱い思い、もう18年目に入ってますが、あのこういう長い長い継続の活動が本来の政治家の活動であり、その政治家の長い、立花隆という政治家が長い活動してきたから、あの文章に恐怖を感じたんです。政治家の発言をコントロールする、これは報道機関としてのまさに自殺行為です。その文章を見た時にそれをことなげに送ってきて、これを怖いと思いますっていう僕に対して、どこが怖いんですか、もう完全に洗脳されちゃってるんですよ、テレビ朝日のスタッフはね。だからスパイというのは悪気がなくやってきます。善人ずらしてやってきます。でこちらも騙される。でも僕はやっぱり疑り深いっていうか、騙されたとしてもやり返す力があるから、一回騙されてみたぐらいの話で、あのとにかく洗脳されてる人は本当に怖いんですよ。もう本当ナチスドイツの時のドイツ国民はみんなハイルヒトラーってやってたわけですよ。でもあの第二次世界大戦が終わった後、やっぱりドイツすごく反省してますよね。それは当時、まあ、特にラジオが中心だと言われてますが、テレビもあったと言われてます、映画、こういうもので大衆を一つの方向に誘導していく、その誘導していった結果、国民がよし戦争するんだってなって戦争になってしまう、日本の安全、国民の安全が脅かされるっていう流れになるわけですよ。
だからこそ僕はあのような発言をしたということで、あとはね、ぜひ皆さんの方でお考えいただきたいと思います。以上で終わります。参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊す。